戸塚区役所通信、本日は戸塚区役所が開催する戸塚区地域づくり大学校の話題です。お話しいただくのは戸塚区役所区政推進課地域力推進担当係長の越石さんです。越石さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、早速なんですけれども、この地域づくり大学校という名前、どこかで聞いたことあるように思うんですけれども、これは今年で何年目になるんですか？戸塚区では3年目の開催になります。はい、3年目ということなんですけれども、この大学校を実施する、狙い目的というのはどんなことなんでしょうか？地域の皆さんが自ら取り組もうとしているテーマは多岐にわたっていますが、一方こういった取り組みを担う方々の高齢化が進み、多くの地域団体でも人材不足に悩んでいると聞きます。このため新たな人材の発掘やスキルアップによるマンパワーの強化が、これが喫緊の課題となっています。この地域づくり大学校では市内各地域の先進的な取り組みの活動事例や受講者同士のグループワークなどを通して視野を広げるとともに、多様な立場の方と共同するノウハウを体験していただければと、というふうに考えています。はい、なるほど、ありがとうございます。この大学校って聞くとなんだかとっても大変そうなんですけれども、どのような方々を対象とされているんでしょうか？地域づくりと名付けている通り、地域活動をしている方やこれから始めようとする方、具体的には自治会町内会で活動されている方やボランティア活動をされている方からの申し込みをお待ちしているところです。はい、昨年の参加者にはどのような方々がいらっしゃいましたか？昨年は22名の方が参加されて、10代から70代まで、連合町内会長さんや認定 NPO で活躍されている方、中には戸塚高等学校のボランティア部で活動された OG、OB の大学生の方4名の参加もありました。はい、様々な方が参加されてるんですね。開催時期と開催回数を教えていただけますでしょうか？今年の大学校は7月にスタートして来年1月まで、12月を除き6回にわたって開催します。はい、6回やるということなんですね。今年のこの6回のプログラムはどういった内容になりますか？詳しく教えてください。今年度は、初校の第1校では地域で活動されている方をお招きしてパネルディスカッションを行い、地域づくりを行う上でのポイントを学びます。第2校では2コースに分かれて先進的な取り組みが行われている戸塚区外の地域に出向きます。野外サロンや朝日サロンを運営している南区の六川地区連合町内会、団地の見守りと支え合い活動を行っている支え区の NPO 法人お互い様ネット区電団地などを訪れ、実践されている方々の熱意と創意工夫を肌で感じていただきます。第3校ではそれぞれのコースで学習した内容を他のコースの方に分かりやすく伝えるためのスキルを学んでいきます。第4校もフィールドワークです。今年は組沢地区、北組沢地区、踊り場地区の3地区で街歩きを行います。自分の足で歩き、見たものや感じた事柄をマップに落とし、地域の利点や課題を把握することを学んでいきます。そして第5校はいよいよ自分の夢を形にするための夢プランの作成です。第6校の卒業式ではプランの発表や全員が参加してそれぞれの思いを熱く語り合うトークセッションがあります。はい、すごいこう多岐にわたって外にもどんどん出ていって実践してっていう感じなんですね。なんかこのトークセッションも非常に熱が入っているね、やるんだなっていう感じもしますけれども、この講座のセールスポイントは何になりますか？今年の戸塚区地域づくり大学校は区役所、区民活動センターおよび戸塚区社会福祉協議会の3社が共催しています。したがって卒業後のフォローはもとより、
事業者が自らの夢プランを実現していくために必要なさまざまな支援、人であったり資金であったり場所であったり、これらをサポートできる体制があるということです。事業者の方は自分の夢を実現することを目標にこの講座にやってくるわけですが、たった一人でそれを成し遂げることはとても困難です。同志を見つけ、協力者を得て、また活動費の補助や場所の提供など、さまざまな支援を受けながら前に進むことができるんです。はい、なるほど。これは去年の受講者の方の夢プランっていうのは実現しているんですか？昨年の受講者の皆さんのプランはバラエティに富んだものでした。私たち主催者が一番驚いたのは、卒業後の今年4月2日に開催された OB 会の席で近況をお伺いしたときに、卒業後わずか3ヶ月足らずですでにプランを実現された方もいらっしゃったことです。高齢者支援の骨盤体操教室を企画開催された方、障害者の家族会へのサポートを始められた方、子どもたちと地域マップを作られた方、その他にも移動カフェの開催を着々と準備されている方など、多くの夢が形になっていますよ。はい、ありがとうございます。すごいですね。もうその3ヶ月で実現をされている方がいたりとか、もうどんどんと夢を実現されている方がたくさんいらっしゃるということなんですね。こちらはお申し込みやお問い合わせは区役所へすればいいんでしょうか？はい、区役所規制推進課へお願いします。申し込みには専用のパンフレットが必要ですけれども、こちらは区役所や区民活動センターフレンズ戸塚でお配りしています。またお電話いただければ電子メールやファックスでもお送りをしております。電話番号は 045-866-8328、 045-866-8328 です。はい、ありがとうございます。興味のある方はこちらにお問い合わせいただければと思います。本日は戸塚区地域づくり大学校についてお話を伺いました。戸塚区役所区政推進課地域力推進担当係長の越井氏さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、戸塚区役所通信でした。